じゃこんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今日もありました。日本代表の試合。ね、オーストラリア戦ね。はい、今日は第3戦ということで、はい、オーストラリアとの試合。もう決勝は決まってるからね。そうですね、もう進出は昨日の時点で決まっているんですが。はい、ただ、いろんなメンバーを使いながらというようなね。うん、まあ、そういうことも考えられるし、うん、まあ3試合目ということでね、ね、今のところ全勝できてるという、ね、まあ、当然ちゃ当然だけども ね、うん、ねー、はい、ということで、まあ、東京ドームで行われました、うん、はい、ね、看板やちーちゃん今日もよろしくということで、はい、お願いします、はい、さあメンバーです。はい、これはガラッと変えてきました。うん、これか変わらなかったのは5番の佐藤選手、まあ藤ね、っていうところだけど、まあ、変わったのは DH に佐藤も変わってるということで、ね、なので、はい、全く同じっていう人は一人もいなくて、打順もしくは守備位置などが変わっていると。まあまあそうだね、はい、でメンバーもねだいぶ変わりましたね、はい、まあ、藤原を1番に使って岡林を2番に下げたというね、うん、まあ、小園を3番にこう上げたというか、はい、ね、クリーンアップに持ってきたという、うん、でホームラン打った万波を4番に使いみたいな、うん、まあ、野口をサードで使ったりだとか、はい、まあ、いろんな試しがある中で、はい、ね、今日は早川が先発という、はい、キャッチャーは古賀選手ということで、まあ、キャッチャー古賀、まあ、もう古賀は盗塁阻止率が、うん、まあ、12球団ナンバーワンのキャッチャーだからね、うん、これも後輩だけど中央大学、はい、はい、ね、頑張ってほしいと思います。はい、はい、というようなオーダーでした、まあ、はい、試合ですが、うん、こうなりました。入っとけばよかったんですけど、9回なかったのはコールドということでね。あの7回でね、うん、10点差以上つけば、はい、決勝以外はコールドゲームということが成立するということでね、はい、10対0は8回、うん、10点、まあ、2点を取って10点差になって、まあ、裏を0点に締めて8回コールドということで、はい、はい、なりました。終わりました、まあ、とにかくね、まあ、とりあえずね、うん、オーストラリア、うん、で早川先発、うん、もう完璧だったね、はい、5回まではパーフェクト。これはね、立ち上がりこそちょっと硬かったんだけども、はい、まあ、2回3回3者も3者三振にとって、うん、これ4者連続になるんだけども、はい、まあ、3回の、2アウト目を三振で取って、うん、3回、はい、3者三振、うん、ということで完全に乗ったというかさ、うん、まあ、オーストラリア練習してたのかなっていうような感じでもうしたぐらいの、結局この試合1安打しか行けなかったんですよね、うん、で圧倒していくんだよね、はい、で6回、まあ、もうちょっと引っ張るかなと思ったら6回にヤクルトの吉村に交代で変わると、やっぱりちょっと嫌だなと思ったのは、うん、まあ、流れが変わったりだとか、まあ、しなければいいなっていうふうに感じてたんだけども、はい、まあ、吉村はもう落ち着いて、うん、まあ、ピッチャーゴロショートゴロ三振と取って ね、うん、で難なく終えて、はい、で7回、うん、吉村が、まあ、続投するんだけども、はい、ツーアウト取ってから、うん、まあ、西武の佐藤にピッチャーを変える、はい、これはなぜかというと3番、相手の3番のね、ウィングローブ左バッターということで、うん、まあ、佐藤に変えて、うん、まあ、試していくんだよね。なるほど、井端監督がね、うん、まあ、ワンポイントでどういうピッチングをするか、うん、でここまで完全できてるんだよ。そうなんですよね、だんだん球も出てないで、ね、やっぱ佐藤も嫌だったと思うよね、完全で、そんな状況で、ね、それ替え頭から投げるんだったらまだしもさ、うん、替え途中、まあ、ツーアウト取ってるからまだしも、うん、なんかちょっと嫌だったと思うんだけども、はい、これがフォアボールになっちゃったんだよね。際どかったですけどね。まあ際どいなあ、あれストライクでもよかったと思うけどもさ、はい、まあまあボールに取られて、うん、まあ、これで完全がなくなって、はい、まあ、ノーヒットノーランに変えなきゃいけないという、うん、で次4番のホールね、はい、にもフォアボールという、うん、やっぱこう一つ出しちゃって失敗したっていうなんか責任感みたいな、こう侍で勝ちゃいいんだけどもさ、うんうん、なんか別の記録に対してのなんか責任を感じて投げてたのがちょっと気の毒だったんだよね。そうですよね、うん、それで連続のフォアボール、はい、で5番のキャンベルにセンター前ヒット、うん、これね、うん、まあもう何にもなくなっちゃったという、これが初ヒットでもう唯一のヒットになってしまったと。そうだね、うん、でまあ残されてるのも完封だろうけども、はい、まあ、これがタイムリーにならなくてよかったね。そうですね、うん、で6番のスミスをセカンドフライに打ち取って、はい、まあ、0点に抑えたというこの回、うん、この回だけだったんだよ、危なかったのは、うん、だから他はもうほぼ完璧というね、はい、
いうことで、もうなんていうのかな、オーストラリアもこうびっくりしてんのかな、なんか圧倒されてる感じでしたか。もう本当に圧倒されてるような、うん、まあそんな感じがしたし、うん、まあ最後清水がね8回に出てきて、はい、中日のね、中日のね、うん、まあ2三振を含むまあ3人で、うん、打ち取ったというゲームを締めたという形にはなったんだけどもね、うん、まあ佐藤がちょっと気の毒だったなっていう、ね、あのピッチャーのね、うん、ピッチャーのね、はい、はい、あの西武のね、はい、これやっぱね別の記録で戦うと自分も思ってなかっただろうしね、またね、あの登板したタイミングっていうのもね、まあね、ありますよね、まあまあそうだね、うんうんうん、だからまあちょっと気の毒だったんだけども、なかなかそうですね、まあ、うん、まあ、ね、国際試合っていうのは勝てばいいし、うん、ただワンポイントで出てきて、はい、やっぱフォアボールっていうのは良くなかった ね、 そうですね、まあ、際どいとはいえね、うんうんうん、はい、ということで攻撃、はい、ね、これもうざっとピッチャーのこと言ったんだけども、はい、攻撃は、うん、まあ、初回、日本の攻撃1回の表ね、はい、1番の藤原が内安打、はい、まあ、当たり損ねのサードだったんだけども、はい、まあまあサードが処理ができなくてね、うん、これが記録が内安打、はい、岡林フォアボール、うん、3番に入った小園がセンター前、はい、タイムリーヒットという、早速1点を取りますね。そうだね、うん、あの一旦その藤原が止まりかけたんだけども、はい、サードでね、はい、まあ、だけどいい当たりでセンターも前進してきて、うん、ちょっとファンブル気味で、まあ、それであの1点を取ったんだけど、はい、次万波の時に、うん、やっぱり岩田監督らしい、はい、まあ、やっぱこう走れると思ったら走ろうという、うん、でダブルスチールをかける、はい、セカンドランナー岡林、うん、一塁ランナー小園でね、はい、普通サードに投げるんだけど、うん、オーストラリアのキャッチャーって起点が効いてたね、スタートの遅れた小園のセカンドスローを選んで投げたんだよね、うん、で小園がアウトになったという、はい、でこの回ノーアウトから、うん、もう攻撃を仕掛けて小園ヒットでまだなおもノーアウトっていうところで、うんうん、まあ、万波佐藤が三振三振ということで、うん、結局1点しか取れなかったんだよ ね、 ね、でね、この大会見てると、うん、盗塁が決まらない、うん、でやっぱ走塁という部分ではこの大会に選ばれてる選手っていうのはちょっと未熟かなっていう、なるほど、これ、まね、うん、ダブルスチールでサードに投げるだろうっていうところでっていう感じではないですね。まあね、小園はね、かなりスタート遅れてるんだよ ね、 そういうことですね。だからスタート遅れたらいかないということだよ。なるほど、うん、だからまあそこら辺の判断力っていうのもつけていかなきゃいけないし、なるほど、岡林も決していいスタートではなかったなって思ったのが、うん、まあ、走ってるから小園もあれ行かないんじゃないかなと思ったのかなっていうふうなことも考えた。じゃあこれはこうお互いがお互いをっていうところで、まあまあね、なんとかサードに投げなかった分岡林選手はセーフになったとかいうところですね、うん、まあ、そうだね、だからやっぱチームを組んでね、うん、あのまだ短時間しか経ってないし、だからそこら辺で の、 その相手の癖だとかタイミングだとかそういうものもこう含めてまだチームになってないっていうことは確かにあるんだけどもね、うんうん、ただやっぱり走塁士、盗塁士、まあ、こういう、まあ、走塁士はなかったけども盗塁士、これがちょっと多かったね、うん、この大会は、この3試合見て、まあ明日の決勝ではね、うん、そういうことはないようにしてもらいたいというふうには感じます。はい、これ前の2試合と違って初回からねいきなり点が取れるというような展開ですね。まあそうだね、はい、はい、まあ、だけどね大量点に なるかなと思うところを、うん、なかなか取れないんだよね、うん、まあ硬さもあるんだろうけどもね、はい、はい、で3回、はい、3回表ね、ワンアウトから岡林が内野安打、はい、小園がライト前ヒットで1・3塁、うん、で送球間に小園もセカンドを落とし入れるという、うんうん、ここら辺はいい走塁してくれるし、小園もいいバッティングはしてくれるんだけどもさ、うん、まあ、盗塁ということになってくるとちょっとね、ただやっぱこう小園っていうのはやっぱこう抜群のバットコントロールを持ってるね、うん、でワンアウト2・3塁を作って、ね、うん、で万波の時にワイルドピッチがあって、はい、まあ、難なく1点を取り小園はサードに進み、うん、ワンアウトサード、はい、ね、万波が、ライトに打ち上げて、はい、まあ、それがヒットになったんだけども、うん、やっぱこう外野フライを打ちに行くためにおそらく流しに行ってると思うんだよね、うん、だからここら辺はね万波の成長だし、まあ、フォアザチームというか点を取るために、うん、あのよく考えたバッティングをしてるなっていうふうに思ったよね。うん、でワンアウトサード、はい、ね、
佐藤がショートライナー、うん、秋広フォアボール、野口三振という、うん、ここで追い打ちがかけられないんだよね、なかなかね、あ、まあ2点取ったからいいっていうようなもんだけどもさ、うん、相手から1点いただいてるからね、うん、綺麗な形で取りたかったなっていうような感じはするけどね、うん、で4回、はい、4回はもうね、これはあの押し出しの1点、はい、ね、まあ圧力をかけてるから、うん、まあ、押し出しの1点は取れるけども、うん、まあ喜べないね、なかなかね、素直には ね、うん、点は重ねるんですが、まあそうだね、うん、でね、6回もそうなんだよ、はい、まあ藤原先頭でヒット、うん、センター前ヒット、はい、石橋の打球を、はい、ピンチヒッター ね、石橋の打球を、まあ、サードがエラーをすると、うん、エラーをしたために1・3塁になる、ノーアウト1・3塁ね、はい、はい、で小園が663のダブルプレーの間に1点を取るという、うん、ね、だからエラーが絡んでるから、まあ点になってるけども、うん、まあこれもなんか褒められたような点じゃないし、なんかこうすっきりしないんだよね、うん、なかなかこの1回のね、タイムリー以外は、まあ万波がタイムリー打ってるけどね、打ってますけどね、うん、だけどその後がね、うん、あのなんかくれてる点が多いんだよね、うんうん、でまあくれてる点っていうのは圧力をかけてる、はい、あのプレッシャーをかけてるから、まあ、そういう点が生まれるんだろうけども、うん、なんかオーストラリアの自滅っていうことも ね、 そうですね、まあ、見ててねすごく痛々しくは感じたね、ちょっとね守備なんかもね、まあそうだね、楽しかったですね、はい、はい、で7回、はい、ね、3点を取る場面、うん、先頭佐藤、はい、ね、サードがエラーで秋広のセカンドゴロで二塁に進み、はい、野口フォアボール、うん、ワンアウト一二塁になりますね、はい、でここでピンチヒッター野村、途中守備から入ってんだよね、そうですそうです、石橋がキャッチャーに入って、うん、岡林を引っ込めて藤原センター野村を、レフトかな、レフトに、うん、はい、で野村がサードの内野安打、はい、で門脇、うん、これはワンアウト満塁の場面ですね、はい、ワンアウト満塁、うん、ファーストライナー、うん、これは素晴らしい当たりだったんだけどね、うん、でまたここでも点が入らないのかとか思ったけどもまあ1番に帰ってきて藤原が2点タイムリーヒット、うん、ね、ね、やっとこう、はい、うん、で流れに乗って、あのピンチヒッターからキャッチャーに入ってた石橋がレフト前ヒットで、うん、はい、まあ、3点を取るという、うん、まあ、ここら辺の攻撃っていうのは、まあ、エラーから、相手のエラーから始まったりしても、うんうん、やっぱこうタイムリーが出てるっていうのはなんか一安心をしたという ね、まあ、そういうシーンだったね、はい、はい、で8回、はい、2点取ってくれって思ってたからね、見てていやいやもうね10点になるのでね、もうね、はい、でここもサードにエラーから始まってるという、はい、ね、うん、でサトテルが、まあ、センターフライ、うん、で秋広がフォアボール、はい、で1・2塁、ワンアウト1・2塁、はい、うん、で野口が三振、はい、野村、はい、ね、右中間へのツーベースで、うん、これで2点を取り、ね、10点を取ったというね、え、帰ってきましたね、うん、2人 ね、うん、まあこういう試合だったんだけどもさ、はい、まあ出てない選手たちが、うん、まあ、躍動していったという、ね、え、まあ、その中で豊かの今日のヒーローは、うん、藤原、まあね、ちょっといろいろ考えましたけど、やっぱり藤原選手かなっていうところですか、まあ、そうだね、まあ、万波のタイムリーも良かったし、野村のね、うん、あの試合を決めた2点タイムリーも良かったし、そうなんですよね、まあ、だけどその中で、うん、まあ、1番に起用されて6回の打席の中で5回出塁したと、うん、いうことで、まあ、2打点という ね、 ね、まあ、活躍もあったし、フォアボール2つ、はい、だからまあ藤原にしました、よく打線を引っ張ったと思うしね、うん、まあ、小園もね、やっぱこうチャンスを広げるためにバットの角度で引っ張っていったりだとか、うん、1打席目にタイムリー打ったりだとか、うん、まあいろいろはしたけども、はい、まあ、全体的なその勢いをつけたのが藤原かなと思って、うん、まあ、藤原にしました、はい、はい、これ藤原にした理由っていうのはおそらく明日の決勝、うん、まあ、韓国台湾どっちか勝った方なんだけども、はい、藤原を一番で使う可能性が出てきたよね、なるほど、うん、こうね、この3試合を見てオーダーを組むのかな、はい、まあそうだね、うん、ちょっと岡林のねバッティングがね本来のバッティングにはなってないんだよね、なるほど、で藤原の方が状態がいいし、うん、それとタイムリー打ったでしょ、で岡林がタイムリーが出てないんだよね、うんうんうん、それと門脇がいいし、うん、まあ、下位から1番に戻ってきた時に、
まあ、タイムリー勝負強さっていうことを考えると藤原の方が一番上手かなって。なるほど。今のところはね、今の状況ではね。そうすると1番に藤原選手が来て、はい、2番小園、お3、4、5は3番は森下、はい、4番牧、はい、5番万波、お6番里輝、うん、はい、これ指名打者、あ指名打者じゃない、うん、サードを守らす、はい、うん、で7、8、9、キャッチャーの坂倉、はい、で門脇、うん、で最後に DH 野村という。なるほど、はい、じゃあ DH が9番っていうのは最初の 1,2 戦と同じような形で、ね、そうだね、これ結構当たると思う。今のねちょっと出てますかここにいやいや1番藤原、うん、いうよ1番藤原、うん、2番小園、はい、3番森下、はい、4番牧、うん、5番万波、うん、で6番里輝、はい、で7番坂倉、うん、8番門脇、うん、9番 DH 野村、お、ね、しっくり収まりましたか。 おそらく3戦やってるから、その3戦の中でいろいろ考えて井端監督があったらそういう打順を組んでくるかなっていうふうに思う。豊かの予想、はい、はい、ね、先発が今井投手。今井投手、うん、ね、ということでね、今井投手はね立ち上がりだけだね、うん、まあコントロールがなんていうの、ちょっとフォアボールを出しがちなピッチャーだけど、はい、うん、そのフォアボールってあんまり気にしないで投げてほしいなっていうふうに思うしね、うん、みんなパーフェクトで立ち上がったとか、まあ昨日の隅田とか、うん、今日の早川でもそうだけど、まあそんなことは気にしないとは思うけども、うん、ただ力のあるバッターって外国人って強いからね、うん、海外の選手っていうのは強いから、まあどういうふうな組み立てをしていくのか、うん、ね、まあ楽しみだけどもね。この3試合もピッチャー陣ね、はい、もう見事だったね、素晴らしかったね、うん、それに続くといいですね、うん、そうだね、うん、まあ井端監督も明日インタビューでね、うん、明日プロ野球全体の最後の試合になるという今年のね、うん、だからまあ素晴らしい試合とは言わないけども、うん、ね、とりあえず勝って終わろうよ、本当ね、で優勝 WBC が優勝あった、ね、プレミアで優勝して、うん、もう最後締めましょう今年も ね、アジアチャンピオンシップね、はい、優勝ということで終われたら最高ですね。そうだね、うん、まあ、明日も頑張ってください、はい、はい。